内飯柏は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少している柏駅前の和食店や洋食店など30の店舗が新たな収益源として共同で立ち上げた宅配サービスです。柏駅から半径2キロ圏内を配達エリアに各店舗で受け付けた客の注文を配達拠点の事務所で取りまとめ、配達担当のスタッフがバイクや自転車に乗って料理を届けに行きます。配達担当の大半は新型コロナウイルスの影響で働く時間が減少した飲食店の従業員だということで、雇用の維持のほか普段の接客と同様に気持ちを込めて料理を運ぶことができるといいます。普段からも飲食店で働いているので、シェフが料理を作ってとか見てますし、やはりその美味しい料理、最高に美味しい料理を最高に美味しい状態でお客様に届けたいと思っています。中小の店舗はこれまで単独では宅配にまで手を広げられず、店内でしか味わえなかった料理がこの取り組みによって自宅で楽しめ、複数の店舗の料理を注文することもできるということです。で、今回の場合1店舗だけじゃなくて2店舗からこう、ちゃんぽんで発注できるというのも非常にいいなと思ってます。手軽に頼めるし、人と人の接触が少なく生活できるということでは非常に便利だなと思います。内飯柏は今後参加店舗や配達エリアの拡大のほか、オンラインでの注文の受付などにも取り組む方針で、コロナ対策にとどまらない飲食店の経営強化につながる取り組みだとして柏市も支援しています。